19日です、これから、走りに行っていきますが、今年も、ついにシーズンが始まっております。今年は9月の24日ですかね、に100キロマラソンがあります。去年はあまりにもスタートを切るのがトレーニングを始めるのが、早くてペースが速くて、大会直前になってから失速してしまったという経緯があるので、今年は少しゆっくりめのペースで調整を行っていってます。まだ5月ですから、そんなにまだペースは上げていません。本当に少しずつしか走ってないです。長い距離もほとんど走ってないです。まあ、マックス、そうですね、7月後半から8月にかけて、追い込んで、9月に入ったら少しペースをまたゆっくり落として、休みを入れていくというような形でやっていきます。これからじゃあまた、走ってきます。今日も天気がいいので気持ちいいと思います。それでは行ってきます。まもなく自宅です。10キロになります。疲れましたが、気持ちいいですね。